トラマンエイティ、ウルトラマンエイティ、He came to us from the star。岬の洞窟から響いてくる不気味な方向に操られ、2頭の怪獣はウルトラマン80に襲いかかってきた。声だけで2頭の怪獣を操る者、それは一体何者なのか。ラブラスはなおも自分を操る方向と戦おうとしていた。しかしラブラスはついに方向に操られ始めた。80が危ないが、この瞬間ラブラスはダロンの首を一撃した。怪獣ラブラスにされた伊藤隊員はその精神力で彼を操ろうとする方向と必死に戦い、ついに打ち勝ったのだ。たけしが地球で変身していられるのは約3分間である。今その3分が過ぎようとしていた。エイティはラブラスを助けたかった。しかしすでにエネルギーが尽きようとしていた。シュワッ！花田さん、大丈夫ですか？大丈夫だ。田島さん、うん、大丈夫だ。あの女はどこへ行ったんだ。畜生、また霧を出してるぞ。キャップに連絡だ。了解。しかしヤマト、はい、お前はあの怪獣が伊藤チーフだって力説していたけど、どうしてそう信じられたんだ。それはヤマト、お前まるで宇宙人みたいだな。透視能力でも持っているのか。いや、ただの直感です。あの女の言ってることは間違ってないと思ったんです。でも変じゃないか。俺たちの持ってきたテントやケーキを壊したのはラブラスなんだ。あの女に命令されたラブラスがやったんだ。そうに違いないんだ。伊藤チーフならそんなことは考えられないよ。そういえば原田隊員は壊し方が専門的だって言ってましたね。そうだ。だとすると逆にラブラスは伊藤チーフだと考えられませんか。そうか。とにかくキャップに連絡だ。了解。はい。次々に人は、うん、おまけにチーフが怪獣になっちまったなんて。キャップ、どうすればいいんですか。今スペクトルの分析結果から再構成したあの霧を薬品で分解しているんだ。霧を。そうだ。あの霧は一種の麻薬だ。花が香りで虫を集めるように人を集める作用を持つんだ。霧を分解するってことは人々を解放できるし、うまくすれば伊藤隊も元の姿に戻せるかもしれん。
霧の分解は無理です。何？あれは宇宙のカオスなんです。とても薬品分解はできません。そんな、チーが怪獣のままだなんて。キャップ、なんとかしてください。よし、爆破だ。ヤマト、聞いてたか？はい、聞いていました。洞窟を爆破して入り口を塞ぐんだ。霧の流れを止めて人々の救出を急げ。了解。防毒マスクを手放すんじゃないぞ。はい、わかりました。はっ、ちくしょう、防毒マスクが壊されてる。またあの女だ。おい、爆破装置がないぞ。え、あそこだ。霧に飛び込んだらどうなるか見たろ。オーナー、危険だ。すいません。おい、ヤマト、どうしたんだ。田島隊員、早く原田隊員を霧の外へ出してください。よし、わかった。おい、君は大丈夫です、心配なく。よし、さあ、早く。たけしは地球人ではない。マスクなしでも霧の中を行けるのだ。よし、近道だ。待て！なぜ爆破装置を盗んだ？やっぱり君はこの霧を流しているんだろう。あなたはどうしてこの霧の中で平気でいられるの？君も宇宙人なのか？何もかも話してくれないか。20年前のことです。私が乗っていた宇宙船が怪獣に襲われたんです。怪獣？壊れた宇宙船を何とか操り、私は岬にたどり着き、親切なご夫婦に拾われて育てられました。私は気づかなかったんですけれど、怪獣も一緒に地球に墜落し、岬の先端に住み着いていたらしいんです。そしてとうとう今年になって動き出したのです。それじゃあこの霧はその怪獣が人々を操り、生き血を吸ってエネルギーを蓄えているんです。それでチーフは、あの人をあんな姿に変えたのも怪獣の仕業なんです。あの人、君はチーフとどういう関係なんだ。婚約者の星沢子です。婚約者？フランスにいる間ずっと文通をしていたんです。日本に帰ったら結婚しよう。私の育った島だから、ここにあの人は帰ってきたんです。でもあの人は地底に潜む怪獣の気配に気づいたんです。伊藤さん、気をつけて。そして霧に包まれると怪光線を浴びたんです。うわっ！
してあんな姿に変えられてしまったんです。それでどうすればいいんですか。どうすれば元の姿に戻せんです。できないんです。え、元の姿に戻れるのは死ぬ時だけなんです。そんなバカな。生きている間は怪獣の姿で過ごさなければならないんです。20年前、私の父もそうして亡くなったんです。待ってください。私にやらせてください。君には危険だ。お願いです。伊藤さんの仇に討ちたい。いえ、父の仇も。佐和子さん。それに私を20年間育ててくれたこの島の人たちのためにも。しかし、むざむざ怪獣なんかにこの島を侵略されたくないんです。佐和子さん。いいえ、私がやります。佐和子さん、待ってください。どうする。城の隊員は残って連絡を。はい、キャップ。僕も。いや、危険だ。分かってます。でもお願いします。命がけで記事を書きます。 UGM の隊員が命がけで戦ってる姿をみんなに知らせるためにも。いいだろう。頑張って。うん。Thank you.
ナイラのパワーははるかにウルトラマン AT を上回っていた。ウルトラマン AT の危機を見たラブラスは傷ついた体を起こし、ウルトラマン AT を救うためギマイラに立ち向かった。しかし果たしてラブラスの力でギマイラを倒すことができるのだろうか。それは無理だ、ラブラスが危ない。伊藤チーフにもしものことがあったら。必死で最後の力を振り絞るとギマイラに立ち向かった。怪獣ラブラスにされた伊藤隊員は死んだ。そして元の姿に戻っていた。伊藤さん、武士は伊藤チーフの死を知って愕然とした。もし変われるものなら変わりたいと思い続けた。チーフ、沢子さん、許してください。怪獣でもいい、何でもいい、生きていて欲しかった。あなたは私のために本当にいろいろよくしてくれた。私はあなたのために何もしてあげられなかった。私の命を一番大切なあなたに捧げます。さようなら。キャップ、伊藤チーフは見つかりましたか？心配ない、元気だ。よかった、みんなと一緒に戻ってくるんですね。いや、
チーフは5日間の休暇だ。大活躍だったからな。ゆっくり休むように伝えてください。よし、分かった。キャップ、佐和子さんとチーフのことは書きません。どうして？こんなに美しく、こんなに気高い愛の物語は二人だけのもんです。自分の命を。沢川は何も言わなかったが、俺は彼女が宇宙人だと知っていた。宇宙人でも地球人でもいい。みんなで力を合わせて平和な世界を、そう思っていた。しかし、沢川は俺の中にいる。沢川のためにも俺は戦うぞ。一人の少女の美しい尊い愛の力は、この地球上でいつまでもいつまでも生き続けるだろうと、たけしは強く信じるのだった。惑星接近。このままでは地球が危ない。各国が力を合わせたローズプロジェクトがこのピンチを救った。しかし、その犠牲となったガウス星からやってきたのは、復讐の放射能を吐き暴れ回る怪獣ガウスだった。ウルトラマン80はガウス安住の地へテレポーテーションを試みる。次回、ウルトラマン80はぐれ星爆破命令。